皆さんこんにちは、変造です。10月5日、YouTube よろしくお願いします。昨日はね、えっ、ー、とまあ、雇用統計が出たということで、また雇用統計のね注目がすごく復活してきましたよね。ちょっと前までは CPI とか物価指標に皆さん、えー、フォーカスしてたんですが、まあ、物価が落ち着いてきたということで、今度は利下げの材料探しということで雇用が悪いっていう方向にかけてる 人たちが多かったのかどうかというところなんですが、まあ、昨日は雇用統計、えー、ライブを見ていただきましたが、改めまして雇用統計を振り返ってみたいと思います。まずポジティブな内容としては、NFP、ノファンペイロールが、えー、予想を大幅に上回る15万4千人だったということですよね。これ、14万人ぐらいでしたよね、あの予想が。 でノンファームペイロールっていうのは非農業部門雇用者数というふうに日本語では表されます。まあ、要するにノンファーム農業以外の雇用がどれだけ伸びたかっていうのが一番雇用統計ではメインの指標になっているわけですよね。でこれが25万4千ということでえ久々の20万台ということでこれまあ改定結構改定されるんですが。 20万が,のがさ、えー、20万最後になったのが5月分なんですよね。これ結局5月分は27万1千が最初に発表されてそれが21万6千になってで、6月分は20万6千となったんですがそれがなんと11万8千って半分ぐらいまで、えー、下方修正されて、まあ、その後はずっと2ヶ月間連続まあ さあの4ヶ月連続下方修正されてたんですが、えっとまあ、それが今回、復活したというか、情報修正だったんですよね、むしろ。過去2ヶ月分も情報修正、これ、合計で7万2千人情報修正されました。9月分14万2千から15万9千え0、ー、8月分8万9千から14万4千ということで。 うーん何のこっちゃっていう感じですよね。これ、あのー、すごく振幅が激しいんですよ。特に7月分っていうのは、11万4千から8万9千に下方修正されて14万4千なんで、すげえな、みたいな、アップダウンってまるで今のドルーンみてえだなって感じなんですけど、これね、あのー、陰謀系 YouTuber の方々は、あのバイデン政権の陰謀だ、みたいな。 要は鉛筆なめなめめ、えーまあ、雇用統計が改善されるってことはあのハリスさん選挙戦でバイデン政権で、ね、こんなに経済が良くなってるぞっていうことをアピールできるじゃないですか、まあ、それじゃないかと陰謀論系の人たちは言ってるんですけどまさかそこまではやんないと思うんですけどそれにしてもこの振幅の激しさはちょっと見たことないぐらいの下、あのー、方修正情報修正ってすごいですよね行ってこいみたいなドレ円ンの相場みたいなんですけど。 もともと夏っていうのは、とあと雇用が不安定になるというか、やっぱり7月に自動車工場を閉めたり、あの設備改定するために閉めたりとか、そういうのもあるんで、もともと下方修正とか、情報修正とか出やすいシーズンではあるんですけど、それにしても今回、2ヶ月で7万2千円はすげえなみたいな感じですよね。で 失業率も4.1に低下ということで一時4.3%まで上昇してあこれいっちゃうかなーなんていう感じだったんですがなんと4.1までこうすごいあの徳田原で踏ん張ったって感じで戻したんですよね。で有力、えー、失業率っていうあのアメリカって唯一エンプロイメント1番から6番まで雇用統計の種類があって、えーまあ、一番あの高く出るのがこの有力失業率なんですよね。 まあこれはあの本当はフルタイムで働きたいのにフルタイムで働けなかったりえいくつか仕事をあの兼業してるみたいな方も含めてやっぱりここが本当の失業率はこの有力じゃないかって言われてるんですよね。これが一時先月は7.9%まで上昇したんですが今回7.7%に低下というところですよね。あと ここまでフルタイム雇用がずっと減ってたんですが、えっ、ー、と、今月からは、あの、9月分からはフルタイムが増加したということで、これも、あの、やっぱり、あの、非正規雇用より正規雇用の方が、あの、いい雇用というふうに見なされますよね。普通そうですよね。よっぽどすごいなんかシステムエンジニアとか、 プログラマーの方で一発仕事すると何千万みたいな方で別に僕はあのどっかの会社に所属しないよっていうそういうフリーランスで稼げる方っていうのは多分いらっしゃるとは思うんですけどそんなのごく一部じゃないですかやっぱりね我々凡人はあのちょっとフルタイムでしっかりあの雇用していただきたいなみたいな。 あのそんな感じですよね。まあ演座もサラリーマン30年ぐらいやってましたから30年はやってないかなあのまあ,あのちゃんとフルタイムで私も働いてたんですよ昔はっていう感じですね。あと平均時給がアップしたこれ今までは平均時給が結構アップしすぎると、えー、インフレ加速しちゃうとかいってネガティブな材料に取られられたところもあったんですが。 やっぱり平均時給、このインフレに対して平均時給がマイルドにアップするっていうのはいいこと、悪いことではないんで、まあこれもいい点でしたよね。で、ポジティブな点が多かったというところだったと思います。一方で、ネガティブな点も結構実はあるんですね。で、失業率は低下したんですけど、サムルールって言って、 要するに0.5%以上過去の、えー、と一番低いところから見て平均値が0.5%以上あるとリセッションに突っ込むというサームさんというこの学者の あの持論なんですが、まあ、ここはまだそこにヒットしてるということでいずれリセッションになるのかどうかというところですよねあと長期長期っていうのは27週以上長期失業者というふうに呼んでるんですがこの人たちの割合が上昇しているあと失業期間の中央値っていうのも平均じゃなくて中央値も9.9週ということで、あのー、これは増えてるんですよねだからえっと 結構あの悪いところもあるというところです。あともう一つ気になるところは今回非常によか,よかったんですが、えー、ネガティブになる材料が、えー、含まれてないあの調査機関の影響で含まれてないというところがありました。これはボーイングのストライクであるとかもう収束しましたけど港湾労働者のストライクストライキ東海岸ですよね。 あとはハリケーンの影響などなどということで、えー、とこれらの、あのー、材料が実は、えー、と含まれていないんですよね。ハリケーンヘリーンですかね。で、あのー、そうなってくるとこれらの影響が来月分とかに、あのー、乗っけられたりまた下方修正とかが,があるんでやっぱりこの25万4千人はちょっとあのー すごくこれでポジティブになるっていうのはちょっと危険かなというところで11月1日なんですよね今度これ統計確か大統領選の3日前か4日前かまあいよいよこれでなんかすごいどでかいいいのが出たらまあこれまたもうちょっと陰謀論 YouTuber たちはあの活気づきますよねうんまあそれねえん陰謀論信じないですけどあの好きですけど信じないですけどあの それにしても結構、振幅が激しいなっていうのはあの、なんかちょっと、うーんっていう考えるところもありますよね。で、えー、っと、そうですねあの、やっぱりこれ、多分25万4000修正されてくると思うんで、あとその前の部分もあの、ですから先ほど言ったこのボーイング、コアースとハリケーンなどの影響を。 どのぐらい入ってくるかっていうのは、まだもう少し見届けたいかなというふうに思います。まあ、いずれにしろ、もう大統領選挙まではね、あ,のあと1回なんで、というところで、えー、まあ、引き続き雇用統計、まあ、あの予想はポジティブになる、ね、あの求人数とか増えてましたしね、ちょっとやっぱり回復してきてるのかなというところはありますよね。 で、それを受けてドル円なんですが、まあ、皆さんご存知のように、148円台にドーンといって、一時149タッチしたんですよね。これ、一気に行きましたよね。で、やっぱり、あのー、石場ショック、逆石場ショックみたいな感じですが、やっぱり140円割れたところから、あのー、じわじわと上昇してきて、一時、 一度146円つけたと下落しましたよね、あのー、141円まで。まあ、石破ショックだったのかどうか。で、それを見事、全言撤回ということで反発して。 やっぱり雇用統計分とやはり日銀の、あのー、引き締めスタンスが少し遠のくみたいな、まあ、そこを受けてやっぱり円売りが加速したというところだったと思います。で、こうなってくると、これ38.2%戻しが161から140円割の38.2%戻しが148.20で、その前147円の50あたりがこうレジスタンスになってたじゃないですか。ですから まあ、昨日も147円50重要ですよっていう YouTube 出してたかと思うんですが今後7円508円ゾーンがやっぱりあの今度はあのサポートとして重要になってきますよねここサポートされるようだとやっぱり一旦150円台見なきゃちょっと済まないかなというところまで来てるんで、えー、0.5%戻しが半年戻しが150円80なんでこのまま150円 目指していくのか、一旦ちょっと調整して、147円50から148円あたりをあの確かめてからいくのか、もう7円台前半から7円50割っちゃえば、これあの、高値はここまでっていうことになると思うんで、来週はね、ちょっとそこら辺を見極めたい週になるのかなというふうに思います。でなんかドルスイスなんかも結構上がまあじわっと上がってきてるんですよね。で、まあ、クロス円なんかも総じて、まあ、 じわっというふうに上がってきて、えー、ポンド円なんかもそうですし、水泉が結構上がってますし、豪ドル円、ニュージーエンということで、いずれも前回高値付近か高値付近を超えるぐらいまで来ています。はい。えー、まあ、オシレーター系を見ても、まだ、あのー、なんていうのかな、高圏、日足なんですけど、日足見ると高値圏をこう、 これで高値っていうところではないですよね。むしろ RCI なんかも RSI なんかもまだちょっと上昇過程にあるんで、えー、っと、ちょっと安易にショートにすんのも危ないかなという、ショートカバーまだ終わってないような気もするんですけどね。1時間足を見ると、まあこんな感じで、一旦149円のところはレジスタンスになってますけどね。昨日は一応148円の90付近が、あのー、 0時、デイリーの R4 だったんですが、見事に145円の86っていう、この落ちる前の、あのー、押収時間の、あのー、東京時間の、あのー、まあ、押収時間に入るとこで、146円割れのところが、サポート2で見事にデイリーのところ止まりましたよね。はい。まあ、これ、マルチタイムの、あのー、ピポットなんですが、いつもお話ししてますが、青が冷やし、紫が月足 えー、赤が週足ということで同時に3つの時間軸のピボットを見ることができます、まあ、あと RSI の、あのー、移動平均との組み合わせ円蔵オリジナルインジケーターなのでもしこれをお使いになりたければ JFX さんのトレーディングビューで使えますので、えー、概要欄に貼ってあります JFX さんの講座解説をしていただけると無料でプレゼントさせていただきます。 あと、サロンの本もやってますので、えー、1ヶ月無料期間もございますので、もし、より深掘りしたファンダメンタルズ、テクニカルの分析、および相場感なんかを、ちょっと見てみたいなという方は、えー概要、概要欄の方からよろしくお願いします。ということで、今日天気悪いですけどね、皆さん、良い週末をお過ごしください。まあ、この動画良ければ、いいねボタンとチャンネル登録、よろしくお願いします。あと、昨日、 えー、JFX の小林さんおよびユーチャル社長と2本立てで、えー、ライブやらせていただきましたが、えー、参加,して,みな参加していただいた皆さんありがとうございました。